イビーム J0555 から57は地球から見てが風の方向に約630光年離れた位置にある3つの構成からなる連星形である。この中で主星イビーム J0555 から 57A を公転しているイビーム J0555 から 57A は発見されている中で最も小さな構成として知られているイビーム j 0 5五五から十七は 元は2.5度離れた2つの構成からなる連星だとされていた。スペクトル分類ははっきりしていないが、半径や表面温度が太陽に近いため、太陽に似通った素性を持つと思われる。金属量は太陽よりも少ない。イビーム j からのに、j から万や、 ガイア計画の対象になっているため、ガイア476計5618兆6083億8871万5776とも呼ばれる。2017年7月、主星イビーム J055 から 57A の手前を別の天体が通過する様子が太陽系外惑星探査プロジェクトスーパーワスプによって観測された。その天体は、 A を公転しているため、主星をイビーム J0555 から 57AA としてイビーム J0555 から 57AB と命名された。後の観測で、この天体が木星の85倍の質量と84%の半径しか持たない極めて小型の構成であることが判明した。木星質量の85倍は、 褐色矮星の質量の上限に近く、半径はメートル法に換算すると6万5 3トルになり、これは土星の6万2 6 8キロメートルよりもわずかに小さい大きさである。このサイズは現在観測されている構成の中では最小である。イビーム J0555 から 57AA からは約1300万キロメートルしか離れておらず、高転周期は 1> 約一週間しかない。軌道離心率0.09のほぼ深淵の軌道で、ビ、e、b m j 0 5 5から 57AA を、公転しているとされている。ありがとうございます。